ユリアン・ウェズリー・グリーンは、アメリカ合衆国、フロリダ州タンパ出身、ドイツミュンヘン育ちのサッカー選手。SPVGG グロイターフィルト所属。ポジションはミッドフィールダー。アメリカ人の父とドイツ人の母との間に、アメリカ合衆国、タンパで生まれ、2歳の時に、母親と共に、ドイツに移住した。2013年11月27日、UEFA チャンピオンズリーグの PFC チェスカモスクワ戦で、マリオ・ゲッツェと交代途中出場で、トップチームデビュー。アリエン・ロッペンの負傷に伴い、FIFA クラブワールドカップ2013メンバーに選出された。2014から15シーズンからバイエルン・ミュンヘンのトップチームに昇格したが、2014年9月1日にハンブルガー SV へ期限付き移籍することが決まった。2016年10月26日、DFB ポカール2回戦の FC、アウクスブルク戦で先発し、トップチームでの公式戦初得点を決めた。2016年12月21日、ブンデスリーガ2部の VfB シュトゥットガルトへ2019年6月までの2年半契約で完全移籍した。2017年8月31日、SPVGG グロイターフィルトへ、シーズン終了まで1年間の期限付き移籍をした2018年6月17日、SPVGG グロイターフィルトへ2020年6月までの2年契約で完全移籍した。ドイツ代表、アメリカ合衆国代表として、各ユース別代表でプレーした。アメリカ代表として、ユルゲン・クリンスマンから A 代表初招集され、2014年4月3日、親善試合のメキシコ代表戦でアメリカ合衆国代表デビューを飾った。2014FIFA ワールドカップの代表メンバーに招集され、決勝トーナメント1回戦のベルギー代表戦では代表初得点を挙げた。通算8試合3得点。ありがとうございます。